高2男子、高2女子のお願い、聞いてあげる。西尾、高2男子、高2女子が言ってもらいたいセリフをエロいお姉さん、ナーリオと変幻自在のお兄さん、翔太くんが心を込めています。それでは早速参りましょう。最初、姫路市ペンネーム、花より団子虫さんの作品。買い物しにスーパーを訪れた僕の耳元に向けて、ダーリオが囁いてほしいです。今日のおかず、何にするの？晩ご飯の話ですか、晩ご飯の話、じゃがんしよっかな、うん、そうですね。広島市ラジオネーム私広島女子さんの作品。翔太くんに上から目線で言われたいです。お前俺のこと好きだろ、俺はお前が嫌いだよ。嫌いだよでいいんだ、うん、なんか好きだよのニュアンスが残ってるってことなんですね。埼玉県ペンネーム浦和一の男さんの作品。内田理央ラップ係へ。いつまで経ってもお食事会を開催してくれないことをダーリオが歌います。およー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 同じこと何回言わせる気だい。そろそろ行こうよ、お食事会連れて行ってよ、高級中華、みんなと仲良くなりたい、っていうかいいもんいっぱい食いたいだけさ、お金の心配必要ないさ、お金系は良い子マジ最高いいんだ、いいんだかな、ラリズム言ってくれてるのは多分いい踏めてると思うんですよ。そうなんですよ、ないんですよ、全然ダイヤがラップやるといい踏めてないんだよ。何言わせる気だ西岡澄子じゃない大阪市ペンネーム香港マニアさんの作品。翔太くんにさやねーがコラボをした時、翔太くんに言ってほしいです。さやねー、このリズムでいい？ずちゃ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 、え、もうちょっと早く、ずちゃ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 こんな感じ？なんか目の下書いてるなんだよなんだよ、照れながら笑ってるじゃん、合ってます合ってます、なんだよ。東京都坪倉の作品。高級炊飯ジャーで炊いたお米を見て言ってほしい。わあ、立ってる、ツヤがすごい、いただきます。米が立ってますからね、美味しそうやな、米が立ってますヒルナンデスの合間に考えたのか札幌市ペンネームさやねー推し、北海道在住さんの作品。さやねーにユンボダンプのネタっぽくゆっくり言ってもらいたいです。芳醇な香りのウイスキーがたっぷり入った大きな樽のコルクの栓を抜いた時に出る BL みたいな音、キュッキュなんか言うの。ちょっとよくわかんない。